さあ、それではですね、ーえー、パーフェクトガンダム上半身、中のガンダムのね、上半身なんですけどね、うーん、なかなか厳しいな。<laughs> これ今一応ね、バラしてみたんですけどね、あのー、やっぱ当時やな、やっぱり普通の接着剤使ってるんですよね、これ。だからあの、プラパーツが溶けてひっついてるんですよ。今バラしたんですけどね。 で、角が、おかげさまで折れました。角がパーンと折れたのと、あと、これね、お腹の取り付けの矢印か、こっちが前の上半身なんですけどね、こう割れてしまいました、ここのとこが。割れてしまったんですよ。ほんで、ここについたままなってるんですよね。これついたままなってまして、うん。なんとなく、あのー、 相当嫌な感がしてましたけどこれ、こんな感じです。前のこことね、後ろのここが、えー、こっちかな。あの、ひっついてしまいまして、ひっついたまま剥がしたんで、あの、外れてしまいまして。これは、こっちを修復するしかないない。<laughs> やばいちょっと一応見えるかもしれへんところはね、ちゃんとしとかなあかんし。で、これがちなみにランドセルね。はい。なぜか赤色。で、ビームサーベルは、あの、 パーフェクトガンダムやな。フルアーマーもそうですけど、あの、ビームサーベルの、あの、元、根元が中にしまう構造になってるんですよね。であと、この、えー、バーニア。これももう、接着剤でガッツリついてますわ、これ。接着剤で。で、こっち、ガンダムの顔。これ後ろね。はい。で、なんとね、このガンダムは、首があるんですよ。首、これが首部分なんですけどね。 で、これが顔です。はい。今、なんかこう、角のとこやな。外すために、あのー、クラフトナイフ入れてみたんですけどね。こっち側にガッツリ引きついてたんで、ガッと持ち上げたところ、角がパーン折れましてね。今、とりあえず仮止めしてるんですけどね。顔も、ちょっと男前に仕上げたい。あと、角のとこね。この辺も綺麗にして。ね。これはー、言っとくけど、相当時間があんで。<laughs> 時間外変わりますよ。今もだからね、あの、この角のとこやな。角の根元のところ、角の根元止めるためにね、流し込みの接着剤流したら、あの、おかげさまでやけど赤色があの溶けて、シンナー使ってるから、あの、根元が、あの、色が映ってきてっていうような感じになってまして。これももしかしたら新しく作った方が早いかもしれんけどね。できたらこのままのパーツを使ってあげたいよね。 この前の持ち主の人が、ああ、叶えられなかった夢を、ということで、顔こんな感じでございます。<laughs>